おはようございます、こんばんは、バデューです。さあ今日もウォーロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はねちょっと遅くなりましたけれど、ギバウェイの、告知動画の日になります。今回の、商品はね、今画面に出てる通りだね、ギバウェイ、トナンスですね。新しいアップデート 9.3 で実装されました新しい新タイタンのですね、新タイタンのアルファ武器、これを7名の方にプレゼント、そういう企画になってます。エントリー期間はここに書いてある通りね、8月24日からなんてなってますけれど、もう今日は8月の30日あ違う29日なのでもうね、ずいぶん過ぎてますけれど、申し訳ない、土曜日、日曜日、月曜日とね、3日間お休みいただきました。皆さんにお話ししてた通り、パソコンのね、入れ替え作業をちょっとしてたので、全くプレイもできなければ何にもできない状態で、3日間浦島太郎状態だったんで、今ね、実はまだ終わってないんです。終わってないの。それぐらい大変だったんですけれど、いろんなバックアップ取ってたやつとか、キープしてたさ、いろんなね細かいデータがみんな吹っ飛んでっちゃったんで、ちょっとねいろいろとあってさ話すと長くなるからあれなんだけど、それでまだ終わってないんですけど、ようやくね動画を撮って作れる環境だけは元に戻しましたんで、今急遽作ってる、そんな感じなので、ちょっとねギブアウェイの告知が遅くなりましたという形で、今日はこのトナンスを7名の方にプレゼントする、そういう企画になってます。エントリー期間はねいつも通り木曜日、水曜日の、30日の水曜日の15時までですね。なんかもうグダグダだね。もう なんでこんなにさ、ね、グダグダなのかって言うと、この後やらなきゃいけないこと山積みになってるからね、結構急いでて今焦ってます。結構焦ってるのでグダグダですもうグダグダでも取り直しがしてる余裕がないぐらいグダグダです。もうどうでもいいんだよそんな話はということで、このトナンスを、7名の方にプレゼント、そんな感じの企画ですね。でね、ちょっとねおさらいしとこうかこれトナンス、一発当たり5600で射程が800のリロード5秒も、ご存知だとは思うんですけど、いわゆるさ電撃の、ビームを撃つんですね。どっちかっていうとさ、ガウス、昔だったねガウスね、ガウスフューリーに積んでたガウスね、あのガウスと同じような感じの使い勝手になります。これ一発当たり5600だけど、これねフル装填でさ、弾倉どれぐらい入ってるか分かんないけれど、今ねこの子積んでるニュートンはさ、アルファ武器ダブルの、ベータダブルの合計4本積んでますよね。これ、フルヒットしてワンパンでさ 4,50 万のダメージ出るので、一発当たり5600って言っても、何発当たってるかが分かんないよね。長い、まあそうね、フルヒットで3秒ぐらいかかるかな。3秒ぐらいずっと打ち続けてると4,50万ぐらいのダメージ出ます。それぐらいの強力な武器ですね。なんでこれ1本あるだけでもかなりあれです、威力出ます。ただしさっきも言った通り、ガースと一緒でさ、エイムが難しいんですよ。3秒ぐらいずっとねエイムしてないといけないから、ほぼほぼねフルヒットさせるためには敵が止まってないとダメなんだよね。動きの速いネザー、あとイムギ、まあ、いろんなやつは速度速いのでなかなかね対応難しいです。あと近接戦になるとさ、エイム外れまくりでほぼほぼ当たらないんだよ前段が、っていうあれがあります。だからね鈍速の、ルチャとかさ、ああいう機体には刺さんのね、まあ、タイタンにはすげえ刺さるよ。タイタン速いやつはミノスだけだから。でそういうような感じの武器なんですけれど、まあとにかくねアルファ武器、今回アルファ武器なので、アルファ武器1本だけでもね、乗せれる機体って多いので、みんな欲しいと思うんだよねこれは。さすがに特にね無課金美課金の人たちにはもう喉が手が出るほど欲しいかもしれない、そんな武器になってますので、まあ、これを機にですねしっかりね、エントリーしていただければと思いますでね今回は前回のプレゼントは、プレゼントライブをやらせていただきました。まあ賛否両論あったということですね。後日私のコミュニティの方にアンケート出して、皆さんのアンケートいただきました。エントリーしてくれた方ありがとうございます。ご意見いただいてくれた方もねありがとうございます。でね、アンケートの結果から言うと半々ぐらい、このままプレゼントライブやってもいいよっていう人と、いやちょっといろいろ問題ありますよねっていう人が半々ぐらいで、
ただね、その半々ぐらいなんだけど、そのこのままちょっとねっていう人たちの言ってる意見が、反対意見がね、割とまともな、なるほどっていうような感じの意見が結構多かったので、まあ、このままちょっと何もせずに続けていくのはちょっとね難しいかなって実は思ってるんです。で、修正しかけながらやるのか、やっぱりちょっとね無理があるのかっていうところをちょっとねもうちょっと頭を整理させていただきたくて、その間まで、その整理する間は通常のねこういうエントリー形式のギブアウェイでお届けしようかなと思いますんで、しばらくはまた元に戻りますっていうところをねちょっと今日お話しとこうかなと思いました。まあね、私はねやっぱりねライブでやりたいんだよね。ライブでその方が盛り上がると思うから。だけどその盛り上がるんだけど、やっぱり一部の方たちだけに偏っちゃうんじゃないっていう意見は、まあ、いろんなことのなんでこう偏るのかっていうさ説明も含めてね、なるほどと思いながら、読ませていただいたので、そこをどう修正できるかによるよね。あとは手間がかからずに、まあ、カスタムマッチでさ、みんなのプレイアイディア集めてカスタムマッチでさやったらいいんじゃないですかとか、まあ、いろいろあるんだけど、それはそれでね大変だから。カスタムマッチでやろうとするとそれね、マッチメイクする人が大変なんだよ。昔さ、天下一なんとかっていう大会をやった時にタカさんがすげえ大変だったのをよく見てるからさ、あれと同じでね、本当にねいろんな人たちの手を借りないとできないので、ちょっとそこは無理かなと思ってます。まあとにかくね、いろんな意見をいただいて、それを、踏まえてね、少しでも私が楽できて、みんなが、みんなに公平感のあるようなギブアウェイができればと思ってますんで、ちょっとお時間いただきたいかな。まあ、その前にねパソコンをさしっかりやらないとさ、今週末やろうと思ってたライブがねちょっと今できそうもないので、ちょっとね告知ができないですね。なんでかっていうと、いろんなねさワイプとかいろいろ出したりするのに、その、ね、ポン出しをするためのさスイッチャーがあるんですけど、そのスイッチャーっていうのは スリームデッキっていうやつを使ってるんですね。いろんな設定が入ってたんですけれど、みんな吹っ飛んでっちゃったのこのさ、OBS この配信用のソフトと連動してさ、いろんな設定してあったんだけど、エクスポートしたつもりになってたけれど、それすっかり忘れててさエクスポートしたつもりになってただけね。フォルダー見たら中に空っぽだったって、もう見た瞬間ね、もう崩れ落ちたね俺はこれがねもうすごい時間かかってやっと作ってたやつが全部吹っ飛んでっちゃったので、これやらないとねライブに成り立たないですね。一人でいろんなことやるので、これがないと本当にできないので、どうしようかって悩んでるぐらいで、この作業をもうね地道にやらなきゃいけないんだけど、今日今ねこの動画作ってるのも月曜日の23時回ってんですけど、まだこの後やらなきゃいけないこと山ほどあるからね。いやちょっと困ったよ全くウォールボッツプレイしてません。明日の動画の元ネタも取れてない状態、どうすんだお前、どうするよって感じですよ本当にあとさ、日曜劇場のさ「ビバント」も見ないといけないしさ、「大河」も見ないといけない。もう見てる余裕がなかったからね昨日とか。でどうでもいいやねそんなのどうでもいい、ごめん。で話戻そうか、なんつったっけ、あそうだそうだ、今回はいつもと同じように キーワードね、キーワードは NAF です。 NAF というキーワードを書いてください。まあ英語で書いていただいてもいいし、カタカナで NAF、日本のひらがなで NAF、 何でもいいです。 NAF って書いてくださいね。アップで次のアップで 9.4 で NAF 祭りが来ます。ふざけた NAF 祭りが来ます。ふざけたね、あの野郎っていうぐらいのふざけたナーフ祭りが来ますけど、これについては後日8月の編成動画、8月の編成紹介動画の中で来月の展望のっていうコーナーありますんで、そこでちょっと語りますよ。頭にくるぐらいの、やりやがったなこいつって、またお前やったのかって、もうすごい語り出したら長くなるから今日はやめよう今日はギブアウェイだからね。ということで、それはそこで語りますんで、それの関係したこととして、キーワードは NAF と書いてください。で、忘れずにね、プレイヤー ID、半角 S 字でしっかり書いていただいて、NAF って書いていただけると、エントリー完了になりますので、皆さんよろしくお願いしますね。うだうだとさ、あともう一つだけ、
ギブアウェイのさ動画なのにさ、もういろいろと話さなきゃいけないのは、今日の本編、18時から本編の動画配信しますけど、ガチャ動画なんですね。でガチャ動画は実はさ、あの先週撮ってたやつを編集し直して、アップしてるんです。なのであのいろその先週撮ってから今日までの、事象、事柄がね、全然語れてないので、それをどうしても、語りたくてさ、ギブアウェイの中で今語ってる次第なんですよ。ちょっとこちらの都合があってね。で、ギブアウェイなのにちょっと余計なことでさ、いろいろと混ぜ込んでごめんね。もうエントリーもうエントリー方法分かったからさ、キーワードも話したから、もう興味のない方はここでもう閉じてくれてもいいや。先日の、これがちょっとお話しするのは、先日のね、私の謝罪動画の中でもうたくさんの方のねコメントいただきました。もう本当にね励ましの言葉とか、悪いのは運営だよね、バディオさんが謝る必要ないよねとかさ、いろんなさ励ましの言葉とかさ、いろんな温かい言葉いただきました。本当にありがとうございます。運営が悪いのは私も運営が一番悪いと思ってます。そこはね、みんなと変わらない。だけれど、それとは別に私自身が間違ってたことをやったことに対しての謝罪っていうのは必要だと思うので、それとこれとでは話が違いますっていうところで、謝罪をさせていただいているのでね、そのあたりにちょっとご理解いただければと思いますね。別に皆さん私を擁護してくれた方を非難するつもりも全然ないんですけれど、まあ私自身の区切りというかさ、けじめとしてね、ここは謝る必要があるだろうなと思ったんで謝らせていただきましたってことですね。ということで一応ね、そのコメントいただいた方々へのですねお礼という形も含めて今日はね、お伝えしたかったっていう次第でございます。ようやくね、まとめに入りましょうか。キーワードは NAF、プレイヤー、ID を半角英数字にしっかり書いてくださいね。それでエントリー完了となります。全部で7名ね。言い忘れたことないよね。もういっぱい言いたいことがあってさ、もう適当に喋ってるからということで、ギブアウェイの告知動画を終わらせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。